さあ、オリックスですけども、今日はですね、まあ残念ながら一人負けということで、パリーグで唯一、ババローズが負けてしまったという日でございました。まあね、何回もオリックス一人勝ちしたことがね、ありますから、<laughs> まあこういう日もあってもいいんじゃないかなと、個人的に思ってるんですが、まあとはいえね、えー、一人負けとか関係なく悔しいなと、えー、コリセえー、パリーグでは首位に立っておりますけども、え、コリ優勝に向けてですね、ゼガヒでも勝ちたかった試合かなと思うので、えー、なかなかちょっと見てて、うーん、やっぱり悔しいなというふうに思いました。はい。で、今日の試合ね、えー、ざっと振り返っていこうかなと思うんですが、まあ周平が珍しく ボンビスをしたりとかあとはねトングー選手が打つ方っていうのは、ね、悪くはなかったんですけど打率もね2割を切っているということですから今日ワゲスパック先発だったので、ね、マスクをかぶったとは思うんですけど相性がいい限りワゲスパックが投げた試合を落とさなければですね引き続きワゲスパックの女房役はトングー選手になるんじゃないかなと思うのでこういう意味で言うとですねトングー選手の選出生命じゃないですけど今後ワゲスパックが左右しているのかもしれないなともちょっと思ったりもしましたそんなねワゲスパックですけど毎回 三振を取っていていやっぱりね、序盤は無双ですね。これは今日はいいんじゃないかと。今日はワゲスパックちょっと本領発揮じゃないかって毎回思うんですけど、やっぱり一巡目をこう抑えるのが精一杯のような感じですよね。なので、6番手という位置づけでいけば、すごくまあ、ぽいっていうか、6番手らしいね。5回、6回3失点、クオリティスタートっていうところは、良くも悪くもなるというような状況なので、そういう意味で言うとね、総一郎とあんまりもしかしたら変わらないのかもしれないですね。ワゲスパックより若干不安定要素があるのが総一郎なのかなと思いました。で、宗一郎も そうですし、ワゲスパックもそうですけど、まっすぐがやっぱ特徴的ですよね。すごく威力があって、ターンも速いということで、ワゲスパックが降りた後、例えばケイ鈴木とか近藤投手、黒木投手がね、投げたりしてますけども、その後のパワー系のピッチャーにもそんなにこう、臆することなく、目が慣れてしまってるんじゃないかなっていうのはね、ヤクルトに関わらず、対戦相手はそういう風になるのかなとはちょっと思ったりしました。そんなにね、目がこう、慣れているにも関わらずですね、近藤投手のまっすぐはやっぱりエグすぎるなということで、今日ね、あの、塩見選手と対戦してましたけども、あの感じ、あの場面最高 でしたよね見てた方いらっしゃいますかねえまあすごい良かったんですけどやっぱり今日の試合で言うと我慢比べに負けてしまったというような展開かなと思いますなのであの本当にね接戦というか途中までね本当に同点というかね同じ点数だったのでどっちに転んでもおかしくなかったですけども残念ながらえちょっと本田ひとに投手が打たれたというようなことでございますで本田投手に話が移る前にですね最終回にも塩見選手にホームラン打たれましたけども慶鈴木投手ですねあの丸山選手ルーキーの丸山選手そして若手の長岡 選選手手ににに関しししててては完全に見下ろして投げてるような印象ででたたた、ね、ホームラン打たれたんですけど今までと違うのが、打たれても引きずってないですよね。そこからこう乱調とか、ランダされるとかがないですよね。なので、すごくこれまでとはね、成長してる面、進化してる面があるんでね。なおのこと、ちょっと塩見選手のホームランっていうのは、ちょっともったいなかったなと思いましたね。ああいうことしてると、ちょっとこう評価っていうのが上がらなかったりすると思います。今のところで言うとね、6回に黒木投手投,手投げたと思うんですけど、今、えー、藤投手含め、彼らの方が評価っていうのは上だ と思いますただ、投げてるボールがね、8回のセットアッパーの本田投手とさほど変わらないようなボールを投げているんで、こういう、うん、塩選手のホームランとか、ああいうことを、一つずつね、なくしていくと評価っていうのが一つずつ上がっていくんじゃないかなというふうには思いました。ただ、今日黒木投手も、ケイ鈴木投手も、近藤投手も投げてるわけですよ。なので、中島監督としては、もう、ゼガでも勝ちたいというか、勝ちに行った上での負けということなので、ちょっとダメージでかいですよね。普通の1杯よりかは、ちょっとダメージがでかいんじゃないかなと思いました。 なので、我慢クラブに負けたと言いましたけど、ちょっとやっぱね、先頭打者を出すのが、うん、やっぱり、きついなっていうのは、思いましたね。そして、日本シリーズと同じで、やっぱりこう、オリックスの先発が良くないと、ちょっと部が悪いのかなっていうのは今日の試合を見て思いました。はい。そんな中ですね、今年、大ブレイクということで、セットアッパーにもえー任されてますし、これまでね、散々抑えまくってた本田投手が、ついに打たれてしまったということで、これ次回の登板どうなるかで、本田投手のメンタルっていうのが試されてるんじゃないかなと思いました。で、対右に関してはね、2割、 レイブぐらいなんですけど対左に関してもね6部ぐらいやっぱり打たれてるらしいですね右に比べるともしかしたら左打者ということでね使える変化球が対右に比べるちょっと変わってたりするのかなと思ったんですけどちょっとね思わず僕も声が出てしまったんですけどスライダーが基本やっぱ全部甘かったですね今日はねなのでちょっとカウントが悪くなった時点ですごくね見た感じ力んでたようなイメージだったのでちょっと権縁とかもね勝負避けるっていうのもありだったんじゃないかなという風うには思いましたそして最後ですね、えー、まあ、1塁3塁と非常にこっ チャンスの場面を9回の裏作ったんですけどどっかでですね僕は正高に打席を立ってほしいなと思ってたんですけどただ打順的に3,4,5だったので難しかったですねあれをクリーンアップ以降の、えー、バッターであれば代打正高なんてことができたんじゃないかなとは思うんですけど一軍にね置いてる以上はどこかでこう使おうという意味合いがあってベンチに置いてると思うのでこの辺りちょっとはタイミングが悪かったのかなという風には思ったりしましたただですねあの正隆抜きでもですね、貯金を 結構作ったりとかですねシンプルに最後の展開とか見ててもオリックス普通に強いなと思いました。だからこそですね、なおのこと先発ヤクルトの相手の原投手打ち負かしたかったなというふうに思いましたけども、やっぱこうヤクルトの試合ってなると、去年の日本シリーズのこともあってですね、なかなかちょっとナインが、オリナインたちがですね、めちゃめちゃこう気合い入ってるなというふうにはちょっと思ったりしましたね。それぐらいヤクルトが強いと、去年の日本シリーズの負けが非常にこう悔しいんだというようなことが言えるのかな と思うんですけど今日もね、あのヤクルト、昨日は勝ちましたけど、今日やっぱり見てて強いなと改めて思いましたね。はい、で、オリックスもなかなかね、ラオウの絶不調とか、正隆の離脱とか、紅林選手がこう本調してないとか、いろいろあるんですけど、ヤクルトもヤクルトで、青木選手がいなかったりとか、助っ人のサンタナ選手もね、去年。 散々日本シリーズでホームランを打ってましたけども、いなかったりとか、僕がしてもいないという状況で、それでですね、セ・リーグの首位、交流戦の首位、そして交流戦で一番ホームランを打ってるというチームですから、やっぱオリックスだけじゃなくてですね、こういう不安要素というかね、マイナス要素もひっくるめて勝ってるチームっていうのはすごいんだなというふうに思いましたね。で、僕はなんとなくですね、打つ方がヤクルトってね、ここ最近だとフューチャーされてるので、なんか全盛期の西武ライオンズみたいなね、本当に秋山選手もいて、浅村選手もいてみたいな、この本当に三足打線のような印象 あったんですけど中継ぎの層がね昨日も言ったんですけど厚すぎ今ということで小西投手とかもそうですし助っ人のコールですからこのあたりがリリーフの第2グループにいるっていうのがすごいそう熱いなと思いましたに加えて前世紀のバッティング山田村上このあたりし見とかもいるわけですよねそして助っ人のオスナに関しては超努力もありますただ それだけじゃなくて、あんなチームバッティングするんやなと、ちょっと思いましたよ。で、オリックスもね、オスナ狙ってるんじゃないかみたいな噂がありましたから、まあ見てて羨ましいですね。昨日の内山選手じゃないですけども、えー、いいなと、ね、思いました。で、いい面で言うとですね、やっぱり攻守で毎回結果を爪痕を残しているこのギボ選手ですね、ギボですけども、もう動きがめちゃめちゃいい感じでした。ゲッツーもね、落ち着いてましたし、タイムリーになりそうな、えー、当たりもですね、セカンドでしっかりとこう、キャッチシュというか止めて、えー、その後にワゲスパックが抑えて無視点でなって 向けたみたみいいなことがありますから希望選手のの活躍っていうのはね本当にあの僕は目に余るものがあるというかね、素晴らしいんじゃないかなと思います。太田亮選手にはね、残念ながらあの守備っていうのはないと思うんですよね。太田選手どっちかといってバッティングが売りの選手だと思うので、あの守備力は本当に大したもんだなと思いましたね。そして、えっと、圭太の走塁が賢すぎるということで、もう毎回中川選手一番優れてるのが走塁、まあ、だというふうに思っているんですけども、今日も素晴らしい走塁がありました。はい、走塁20丸ということでございます。僕、今日見てね、あの、思ったんですけど、もしかしたら、ね、他の方、あもうすでに 気づかれてる方いらっしゃるかなと思うんですけどくればやしの登場力が変わってましたねあのバブリーダンスに変わってましたあれちょっとなんかえあ,あ変わってるって思ったんですけどねでまあそんなにくればやし選手なんですけど見てる感じでメンタルがボコボコというか完全に去年の自信がなくなってしまってますね2週間でセカンド野口翔とくればやしなんてこともやっているようなのでそういった意味で言うともう完全に野口選手とくればやし選手2人ともね調子は悪いんですけど、えー、競争になっているというようなことが言えるんじゃないかなと思いますそうなってくると余計にですね俺 今日の立立場、立ち位置、食いリスキじゃないといなととうことで、まあ、どうううななっていいくんだというようなことよよこですよ、ね、でトングー選手もね、あの割とこう突っ込んでて、思ったより足が速いなと思ったんですけど、ちょっとスライミングするのが速すぎましたね。それでアウトになってしまいました。まあ、次のバッターがね、紅林選手ということも考えると、まあ、わからんでもないのかなというふうに思いましたから、このあたりですね、今日の試合、ざっくりと振り返っていきました。ヤクルトの、ね、カード、一勝1敗ということで、交流戦優勝にこう望みをかけたカードだったんですが、明日はなんとですね、増井さんが先発ということで、まあ、おそらくいろんな意味があってます。 投手がが軍にに上がってくるんだろううなというふうにはえ、ホールド、そしてセーブっていうのは12球団相手にやっているということで、あとは先発、え、ここを、え、12球団で抑えたら日本史上初ということなので、ここに向けてですね、おそらく調整、あるいは、え、昇格をしてきたんじゃないかなというふうには思うので、田島投手をわざわざ抹消してまでやってますからね、いろんな意味があるのかなと思いますし、え、37歳。この試合で身体がもしかしたら決まるのか、ジャイアンツがトレードで欲しがってるみたいな話もありましたけどもね、このあたり、明日の結果がどう なるのか非常に楽しみでございますということで今日の試合ざっと振り返ってみました、えー、ご紹介した選手について、えー、思うことねたくさんあると思うのでぜひコメントで教えてくださいということで本日の動画はここまでとさせていただきます最後までご視聴くださりありがとうございましたチャンネル登録お待ちしております